なんかこういう集まりをしていると、こう、たまにこう、アクシデントというか、こう、ハラスメントとかそういうことが起きて、その参加者がちょっと嫌な思いをするみたいなこともなくはないので、まあ、そういうものを、まあ、できるだけ未然に防ぐためにも、なんか、コミュニティとして、まあ、こういうことを定めていますっていうのを、まあ、紹介しておこうと思いまして、まあ、まだちょっとドラフトなんですけど、まあ、来月から、これで運用していこうかなと考えて、まあ、まず、利益相反として、まあ、どこか特定の個人とか組織を支持するための集まりではそもそもないので、まあ、この集まりは、中立で非営利的な集まりということで、まあ、どこか、まあ、誰かだったり、まあ、組織だったりにバイアスをかけて、なんか物を言うみたいなことは基本的に、しないようにしています。あと SNS のポリシーに関しては、まあ、なんか発表者に事前に、大丈夫かっていうのは毎回聞いてますけど、まあ、トーク内容をツイッターなど、まあ、ソーシャルメディアで公開することは基本的には許可しています。ただまあ、ちょっと内容的にこれは公開しないでほしいということを事前に言われている場合は、まあ、事前にその話は、しておこうと思っています。で、あと、発表者が承諾した場合、当日の発表内容は後日、統合 TV、ないし YouTube で公開するっていうことにしています。はい。で、あと、ハラスメント関連に関しては、まあ、バイオパッカソンは協力的で合議的で、ハラスメントない環境を提供するということで、まあ、どのような属性の人でも自由に参加して、意見交換や情報共有ができる、ようにしていきたいと考えています。で、まあ、挙げるとキリがないですけど、まあ、性別とかもそうですし、まあ、障害とか、まあ、見た目とか、まあ、言語とか宗教とか、まあ、いろいろあると思いますけど、まあ、そういう個人に関わる属性で、何かこう、バイアスをかけるみたいなことはありませんでしたし、あと、学問的な立場で、こう、まあ、ビギナーの人から、まあ、ベテランの人まで、まあ、幅広い層に参加していただきたいと思ってますので、まあ、そういった、ところで、バイアスをかけることもないですし、まあ、プログラミング言語とか、コーディングスタイルとか、いろいろありますけど、まあ、そういったのも、自由ということにしています。まあ、ここら辺は、バイオコンタクターがそもそも定めている内容なんですよね。で、バイオシーアジアでも、まあ、この内容に沿った、コードオブコンダクトを、言っています。で、まあ、具体的なハラスメント、脅迫、いじめ行為などもここで列挙してまして、で、もしこういう、ことが起きた場合、自分とか、久米さんとか、そういったイベントの主催者が、まあ、そういったハラスメント行為を止めるために、まあ、違反者へ警告をしたり、会議室からの退出処置をしてのを行います。あと、まあ、その場で、こう、報告できなかったりして、まあ、嫌な思いをした人っていうのもいると思うので、まあ、そういう方に関しては、匿名でも、非匿名でも報告できるようにしています。まあ、匿名の報告としては、まあ、ここに、リンクがあるので、まあ、ここにアクセスしてもらって、まあ、フォームがあるので、ここに自由記述で、まあ、どういったことが起きたのかっていうのを報告してもらう、ことにしています。あと、個人的に、まあ、私とか、まあ、久米さんとかにコンタクトを取ってもいいですし、報告先としては、まあ、こういったところを用意しています。あとは、これは行動規範というより、まあ、お願いベースの話であって義務ではないですけども、まあ、なんか後援者には、まあ、敬意を示してくださいということを、まず一つ挙げています。まあ、そもそも、後援者というのは、こう、時間を取って我々のために時間を割いて、資料の準備とか、当日の発表というのを行っていい。もらっているので、まあ、なんか謙虚な姿勢とか、丁寧な言葉遣いを心がけてください。で、まあ、後援者と参加者との間に雇用関係はないですし、まあ、後援者は参加者から何かを指示、強要される立場にありません。
で、研究者の中には、まあ、科学的な議論をする場においては失礼な物言いをしてもいいとか、まあ、研究対象に対する批判は個人攻撃ではないとか、きつい言い方をするのはその人に期待しているからみたいなことを言う人もいるんですけども、まあ、そういった、コミュニケーションの取り方っていうのは、このコミュニティとしては推奨はしていません。あとは建設的でポジティブな議論を心がけてください。まあなんかどうせうまくいかないとか、そんなことをしても意味がない、価値がないみたいなことをこうすぐ言っちゃう人とかいると思うんですけど、まあ、そもそもこう何かクリエイティブなことをするときっていうのは、まあ、苦労を伴うので、なんかそういうこう心理的にこう、士気を削ぐような発言とか書き込みっていうのは、避けていただきたいと考えています。あとは、オープンソースソフトウェアの開発者には、敬意を示してください。オープンソースのツールっていうのは、まあ、多くの場合、ごく少数の開発者によって、開発維持管理がされています。で、中にはすごい、そのお客様目線みたいな感じで、こう、開発者になんかすごい命令口調でこう、なんか要求を言う人とかもいたりするんですけども、まあ、基本的にその開発、オープンソースの開発者っていうのはまあボランティアでやってますし、何かこう、コメントを受けたとして、それをやる義務っていうのは特にないので、まあそういうのは気をつけていただきたいと考えています。で、なんかそういうクレームとかアンチコメントによって開発が終了したツールっていうのもありまして、まあ、テラタームとか例えばそうですよね。で、なので実際にそのツールの開発のために手を動かしているのは、まあ、感情を持つ人間であるということをまず念頭に置いて、開発者に要望や質問する際には、まあ、以下のような丁寧なやり取りを心がけましょうということで、まあ、例えば具体的に言うのであれば、まあ、なんか批判とか命令みたいな口調ではなくて、まあ、何々していただけると嬉しいですとか、何々すると、もっと良くなると思うので考えてみてくださいみたいなお願いとか提案ベースで、何かこう言うっていうことをすると、まあ、あんまりその言葉遣いが攻撃的にならないで相手を不快にさせなくて済みますし、またこちらの要求が通る可能性でも高くなるので、まあ、ウィンウィンな関係となります。ということで、まあ、例えば、この実例として、まあ、僕が、カナの開発者とやり取りした、内容っていうのをここで、挙げたりしています。まあ、こういった感じの、行動規範を用意したので、次回から、参加するときには、まあ、こういった内容に同意していただける人が参加したという前提で進めたいと思います。